どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、大人女性の方向けの白髪薄毛が気にならない分け目の作り方についてご紹介します。この分け方をするだけで若々しく見えます。普段からこう前髪とね、同じラインでこう分け目を取ってらっしゃる方って結構多いと思うんですけど、そうなるとこのね、分け目の部分からこう白髪が見えたりとか、あとはね、ペタッとボリュームが出ないっていう方も結構多いかと思います。今日はね、それの改善方法になりますので、ぜひ皆さん気になる方は参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。分けるときに前髪と同じライン、この分け目で分けてしまうと、まあ生え際のね、白髪だったりとかが目立ってきてしまったりとか、あとはパッカリと割れてね、ボリュームが出ない、そんな感じのイメージになってしまうかなと思います。分け目がパッカリと分かれている状態、これを隠していきます。まずリングコームのこの柄の部分を使います。これ直線的に分け目が立っているので、この直線的なものをずらせば分け目っていうものが前から見た時に隠れます。じゃあどのように隠すかというと、この真ん中の分け目の部分から少しね、横にずらしたこの辺りぐらいから斜めに向かって分け目を取っていきます。このままこういう風に斜めに、で、このまま少し溶かしていきますね。まっすぐなってるものを斜めにすることによって、前から見た時の分け目ピシッとしてるのが少しボケた感じになるのが分かりますかね。斜めにこう分けていくことによって、ここの部分にも少し高さが出るのは分かりますかね。で、そうすることによってトップにふんわり感が出て、分け目が少し軽減されます。こんな感じで、ご紹介させていただきました。前髪からね、一直線取ってしまうとやっぱりね、そういったデメリットがあるんですけど、若干ね、この分け目を横にずらしてそのまま斜めにすることによって、前から見た時の分け目っていうのが隠れてくれますし、斜めからね、取ることによってトップのボリュームも出たりします。なのでね、この方法を覚えていただくと結構使えますので、ぜひ皆さんやってみてください。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。